スレーマニエモスクは、オスマン帝国の旧都イスタンブールにあるモスク。五百五十七年完成で、オスマン建築の最高作の一つと言われる。イスタンブールの旧市街にある七つの丘の一つの、頂上に位置する。スレーマンモスクともいう。オスマン帝国の第十代君主スレーマン一世の命により、当時の宮廷建築家頭で、トルコ史上最高の建築家と呼ばれる見回る水難が、 絶景、1550年に着工し、7年の歳月をかけて完成した。主礼拝堂の建物は、前後59メートル、左右58メートルで、直径27.5メートル、頂点の高さは、地上53メートルに達する大ドームを中心とした、ドーム群と4本の長いミナレットを持つ。大モスクの立ち並ぶイスタンブール旧市街の中でも、ひときわ大きく、 他の頂上よりやや北側の斜面に位置するため、旧市街北の金閣湾方面から見て特に印象に残るモスクの一つである。礼拝堂内部は大ドームを支える小ドームや柱の工夫によって広く明るい空間を実現しており、伊豆肉製タイルやステンドグラスで飾られている。スレマニエモスクは礼拝堂のほか、マドラサ、医学学校、病院、給食所、宿泊所、 商業施設、ハンマームなど、多くの付属施設を持ち、複合施設群を形成している。また、礼拝堂の北側は墓地になっており、建設者、スレーマン一世とスレーマンの皇后ヒュッレムスルタンの5秒があり、スレーマン、ヒュッレムのほか、スレーマン病には、スレーマン二世とアフメト二世の二君主、ヒュッレム病には、スレーマンの娘ミフリマースルタンら幾人かの、 皇族女子が眠っている。墓園内には設計者水難自身の墓もある。建物は1660年に火災の被害を受け、すぐに目フメと四世によって修復されたが、バロック様式を取り入れた形状に改変された。19世紀の修復で創建当時の様式が復元されたが、第一次世界大戦中に武器庫に使われたのが原因で、再び火災の被害を受け、 1956年に修復されて元の姿を取り戻した。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。